エンコミウムエンマエ。11世紀に、ラテン語で書かれたイングランド王妃エマエのサンジエマは、ノルマンディーコーリシャール一世と、その二番目の妻グンノーラの娘で、二度の結婚で二度、続けて、イングランド王妃となった。最初の夫は、エゼルレッド二世で、二度目の夫は、クヌート一世。二人の夫と儲けた子供たちのうち、それぞれから一人ずつが後に、イングランド王になった。 クヌートとの子ハーデクヌーズと、エゼルレッド2世との子エドワード残業王である。さらに、兄ノルマンディーコーリシャール2世の孫ウィリアム1世も、イングランド王となった。エゼルレッド2世との結婚は1002年で、二度目の、妻だった。海峡を挟んで脅威であった、ノルマンディーの攻撃を回避するための、政略結婚だったと思われる。エゼルレッド2世との間に3人の子供が生まれた。 1013年、デンマークがイングランドを侵略し、子供のエドワードとアルフレッドは、ノルマンディに亡命した。1016年、エゼルレッド2世が、さらに続いて、イングランド王となった、エドマンド2世が亡くなり、デンマーク王子クヌートが、イングランド王になった。クヌートには、仮修元した妻エルギフ・オブ・ノー・サンプトンがいたが、1017年に、エマと結婚した。 クヌートは、エマとの間に生まれた子、ハーベクヌーズを、デンマークの多い継承者にすることを制約した。それは、エマへの愛を意味しているのかもしれないが、ノルマン人に現状に満足し、介入を思いとどまってもらう意図もあったようで、つまり、最初の結婚の時と、同じく、政略結婚であったことを伺わせる。クヌートとの間に二人の子供が生まれた。1035年、 クヌートが亡くなった。デンマーク王は、約束通り、ハーデクヌーズが継承したが、イングランド王の王冠をかぶったのは、イングランド貴族の指示を受けた、ハーデクヌーズのイボアニ・ハロルドだった。1036年、息子のエドワードとアルフレッドがエマに会うために、亡命先のノルマンディから帰国した。ハロルドに対抗する、動きのように思われる。しかし、 弟のアルフレッドは捕らえられ、目をつぶされ、その傷が元で間もなく死んでしまった。兄のエドワードは、ノルマンディーに逃げ帰った。エマ本人もすぐさまブル、それから、フランドル博の宮廷に逃げた。エンコミュームエンマエという本はその宮廷で書かれたもので、ある。1040年、ハロルドが亡くなり、ハーデクヌーズが、イングランド王の王冠を被った。ハーデクヌーズは、 ノルウェーとスウェーデンの領土を失っていたが、デンマークの安全は確保していた。1041年、エドワードが帰国した。ハーデクヌーズは、ノルマンディ宮廷に対して、もし自分に子供がいなければエドワードが王になるべきだと言った。1042年、ハーデクヌーズが亡くなって、エドワードがイングランド王になった。その時、エマは、息子のエドワードでなく、マグヌスを支持したので、 ずっと見捨てられたままだった。エマは二度の結婚の二度とも、最初の妻より劣っていると見られることが多い。出産中の合併症から亡くなった、エゼルレッド二世の最初の妻エルギフは尊敬されていた。クヌートとの結婚では、先に、仮修元した妻エルギフ・オブ・ノーサンプトンの陰に、隠れて、当時は、エルギフ・オブ・ノーマンディという名で呼ばれていた。ともあれ、 エマの2度の結婚は、イングランドとノルマンディーの強い絆を生み、後にそれは、エマの王位ウィリアム一世による1066年の、ノルマンコンクエストで頂点を迎えることになる。ありがとうございます。